過分なご紹介、大変痛み入ります。改めまして、前港区議会議員山本ひろみでございます。風が少し強くなってまいりましたけれども、皆様本日はご参集本当にご苦労様でございます。皆さん一人一人のこの涙と汗と血と、こういった一滴一つ一つのものが国を守る大きな大きな原動力になっていくと私は心から信じております。今尖閣諸島のことが連日ニュースになっております。私も先月水島社長や多くの国会議員地方議員の皆さんとともに尖閣諸島に行ってまいりました。まあ残念ながらタイミングは少しずれて私が魚釣島に上陸する機会はしましたが、しかし多くの区民の皆さんからもこの時期にやっぱり山本さんが尖閣諸島に向かったということ自体大変大きな意味があるという激励のメールもいただきました。尖閣諸島は誰に言われることもなく間違いなく日本固有の領土であります。そしてこの領土を守るのは国家の責任であると私は思っております。この度、まあ、いろんな残念な経緯で、まあ、国有化ということになりましたが、政府は口を開けば平穏かつ安定的な実効支配というふうに言う。私に言わせれば無難で問題作為送りの実効支配ではないかと言いたい。実効支配だと言いながらその土地の所有者から毎月2000万の借用料を払って実効支配をしていると言っておりますが、私が見た尖閣諸島中でも大釣り島、ゴミがたくさん流れ着いている。あるいはこれから食事に向かう人には申し訳ないが、至る所にヤギの糞が転がっている。そしてまた木々は倒れっぱなし。昔人が住んでいたわけだから石垣があるわけだけども、石垣も崩れっぱなし。もちろん綺麗なところもありましたけれども、もう何にもしていない、ほったらかし放題であります。あんな状態をもってですね、何が実効支配だ、何が毎月何千万もの国民の皆さんの税金を使ってどこが実効支配だと言いたい。大体実効支配だって言うんだったら、普通の民間の感覚で言えば、例えばビルであれば土地であっても、そういったものをきれいにメンテナンスをしていく。誰が見てもきれいに、あ、誰かこれは人の手が加わってるなと見せるのが管理であり、私は実効支配だと思う。ところが全くそれもしていない。名前だけの実効支配、なんちゃって実効支配、口だけの実効支配、ましてや国民の皆さんの税金を使って何もしていないのが今の野田政権のやり方であります。こんな状態を私はとても放置することはできない、そういう怒りを持って帰ってきました。まさに今の状態をあるままにしていくということは、環境を汚しているだけではなくて日本の国の名誉そのものを汚していると言わざるを得ないわけであります。何もしないんだったら、そんな人たちは早く政治や政権の場から退いて、真面目に国家国民のために仕事をする人をですね、主犯にして、そしてその人を中心にこの国の政治になってもらいたいと私は思うわけであります。そのためには国民の皆さんのやはり一人一人の支え、あるいは支援が必要であると私は思っております。今この尖閣の国有化をめぐって、その中国でいろいろ暴動を起こっているというふうに言われています。しかしこの尖閣の諸島、尖閣諸島を国有化しようがしまいがですね、彼やチャイナは暴れるわけです。特に日本が嫌いな反日教育を受けているような連中はですね、こと何かあれば暴れるわけです。そしてそれがそのまま体制以下にもつながっていく。あの若い人たちがですよ、あと20年30年40年して、あの国のおそらく政治や経済やいろんな分野の中枢に入っていくわけでしょう。もっと恐ろしいことになりますよ。我々日本人は目先のことだけじゃないんですよ。これから10年20年30年先、あの国がどうなっていくのか、どう我々に立ち向かっていこうとしているのか、それをちゃんと考えてですね、いかなければいけないわけであります。ところが今の日本の政治家も財界人も目先のことだけを考えて、商売に影響があるから何とか先送りしようとしよう、無難にことをやろうと騙し騙しごまかしやってきた、この何十年かのツケが今の現状であります。何ですか、中国のなんかその日本の会社でその襲撃されたくないから中国支持だとか、尖閣諸島は、向こうはなんか魚釣島じゃなくて、東京島っていうそうですけども、中国の窓で張り紙をして何とかその場をしのごうとしてる。日本人として恥ずかしくないのか。
そんなに宣言されたくないんだけど、何も張り紙しないで黙っておとなしく見て市民ではいいわけですよ。それをわざわざその向こうに迎合するような張り紙をしてる、一体どこの国の経済人なんだ。ふざけるな。そんなに国益よりも自分の会社や自分の給料の方が大事か。そんなんだったら日本からさっさと出て行って中国で商売すればいいんですよ。中国人になればいいんですよ。さっきもお話がありましたけれども、この国の安全があって平和と安全と繁栄があるから、我々は自由に物を言い、好きなものを食べ、そして私も AKB のファンだけれども、 AKB で盛り上がることもできる。その豊かさ平和の根源は何か、国の安全があるからでしょう。国の国益というものが正しく守られているからでしょう。そういうものがなくなってですね、 AKB もグルメも何もあったもんじゃないんですよ。だからこそ国防というものを真剣に考えなければいけない。昨日は拉致被害者が帰って10年になりましたけれども、まだまだ多くの拉致被害者いまだに救出されないでいる。領土を守れない、国民を取り返しもしない、そんな政治家たちにですね、いつまでも権力を握らせるほど我々日本国民はバカではない。どこに正義があるんだ。あんなに騒ぎになってるんだったら、なぜ外務省は退避勧告を出さないのか、そこ注意を出さないのか、私ではよくわからないけれども、結局中国を刺激したくない、日本人がみんな行くにいなくなるとビジネスに影響が出る、みんな金であります。名誉はどこに行ったんだ、誇りはどこに行ったんだ。そんなに金が大事なのか、日本人は。そんな日本人は死んでしまえと、私は同じ日本人として言ってやるわけであります。ですから皆さん、私たちはこの国を守っていかなければいけない、この国を大事にしたいと思うからこそ、この国を良くしていかなければいけない。そのために私たちは行動していかなければいけない。もちろん明日の生活、今日の食事も大事だけれども、それも含めて自分を取り巻く国や社会といった環境が平和で安全だからこそ、そういったものが保障されるわけです。その原点を忘れてはいけません。我々は日本人です。日本国民です。日本の歴史や文化に誇りを持たなければいけない。そしてこの国の政治に責任を負わなければいけない。そしてこの国を守るために私たちは立ち上がらなければいけないのではないでしょうか。どうか皆さん、次まもなくおそらくそう遠くない時期に総選挙も行われます。これはおそらく鳥羽伏見の戦いになると思います。残念ながらおそらくこれから10年間あと2回3回総選挙がある中で、日本の政治や社会はまだまだこの動乱の時期をくぐらなければいけない。しかし私たちはそれをくぐってですよ、この国を立て直して外国の侵略から守れる、強く、そして国民一人一人の安全を守れる、信頼できる国づくりを皆さんと一緒に作っていこうじゃありませんか。皆さん、私たちの戦いはまだまだこれからです。しかし先人の教えに従って最後まで継続は力であります。我々の国を守るために、我々の国を救うために、最後の最後まで戦っていきましょう。皆さん、ありがとうございました。